島ミ水ミはミミズの一種。世界に広く分布する種でミミズの中でもよく知られたものである。大切の中央が色濃くなって島模様に見える。なお学名は古くはイーフィタダが用いられ若干の混乱がある。大型のミミズの一つ。体長は60から180ミリメートル。体幅は3から4ミリメートルで全体の。 体節数は80から110程度。体はやや扁平になっている。体節それぞれの中央部が紫褐色の太い帯になっているため、全体を見ると縞模様に見える。体節間の溝部や肛門周辺部では、対抗液が透けて見え、黄色みを帯びる。ただし体色には固体変異もある。肝体は、イクスビカラクシーイまでの固体節にわたり、蔵状で単石色を帯びる。 光合毛は各大切に4体ずつで、覆面側からアブクドと名付けられ、AA 管は AAB 管とほぼ等しく、DD 管は大衆の約半分、つまり D は体側ほぼ中央に位置する。サーティンとホーティン大節の覆面両側に散乱孔が、XV 説の覆面両側には有性孔がある。体内ではサーティン説に卵巣が1体。 清掃は2体で X 特殊説にある。また貯性能は4体で9、X、C、12にある。本種の外見的な目立つ特徴は、大切の中央が色濃いことによって全身が島模様に見えることであり、和名はこれによると思われる。英名もこれにちなみ、ブランドリングアースワーム、あるいはタイガーアースワームであるとのこと。特に有機物の多い、 湿った土を好み、堆肥の周囲や台所の流し周辺などに極めて普通に見られる。ゴミ捨て場、稲藁や家畜の糞の堆積場など人為的影響の大きい場所によく見られ、森林内などの自然な条件の場にはほとんど生息していない。生息地での密度はとても高い。ただし現代日本では生ゴミはすべてまとめて回収され、田舎でも堆肥者なども、 滅多にないために、本種の生息場所はかなり減少している。畑の片隅に畳や段ボールが積まれていると、そこでは、本種が多量に群生している場合があり、王子を忍ばせるものとなっているよし。天皇寺動物園では本種を、キウイの餌とするために、獣の糞や敷きわらを積み上げて、本種を繁殖させた事例もある。卵法は、レモン色で、長さ3から6ミリメートルで、 幅2から3ミリメートル、中に1個から十数個までの卵を含む。負荷には、摂氏20度で、約20日を要し、2から3ヶ月で、蔵状の艦隊ができて生体になる。通年にわたって様々な大きさの本種を見ることができる。卵法は、艦隊の表面に分泌された粘液が固まることで、できる外部膜からなり、ミミズはその膜ができると体を交代させることで、 この膜を体前方へとずらしてゆき、その中に姿性口から卵を受精の口から精子を放出し、最後に口先より体から離される。体から離れると卵胞の先端と後端は収縮し、前後にやや尖った丸っこい形となる。なお、精子はこれ以前に多個体と交接して受精脳に受け取ったものである。また、卵包みを 分解で覆った状態のものが見られ、卵包みを保護するためと考えられている。卵包みから出てくるヨウミミツの個体数は卵包の大きさによって異なり、ヨーロッパの記録では最大で20個体に達した。大阪での観察では繁殖は終年行われるが、産卵は春と秋に多く、夏にはかなり減少した。日本では北海道から九州まで分布が見られる。 国外では全世界に分布する。分布域としては温帯が中心で熱帯でもところどころで見られる。ヨーロッパ起源と思われ、それ以外の分布域は人為的なものと考えられる。鉢植えの植物と共に運ばれたとするのが種であるが、釣り絵として普遍的に用いられており、そのための人為的な移植もあったものと想像されている。 艦体が太耳水類では14番目の大節から3節分であるのに対し、本種を含む釣り耳塚ではより広報でより多くの大節を含んで幅広く、また暗かったで背面にはあるものの覆面にはなくて大節が見える。この点で多くの種を含む太耳水類からは区別できる。本種の判別点として縞模様が目立つことが挙げられる。 太みみずかのシマちびみみずウフェレータマオークタマンシスは、やはりはっきりしたし模様があり、本種に似て見えるが、蒸気のような際で区別できる。本種と同族の桜みみずイージャポニカも日本全国に分布する。大きさもほぼ同じだが体色は、乳白色から単石色、単石褐色などでし模様はない。腸内の食物でも体色が違って見える。 同化で別属の褐色釣りミミズも国内に広く分布し、大きさはやはり同じくらい、やはりし模様はなく、全体に褐色がかり、艦隊がやや色の薄い茶色であるのが、目立つしかし同属で、最もよく似ているのは、以下の種である。アンドレ釣りミミズ E アンドレイはもともと九百六十三年に、本種の色彩変異として区別されたのが最初で、九百七十二年には、 本種の足として記載された。しかし現在は、この2種を別種とみなす研究者が多い。この種は、本種のような、縞模様はなく、一様に赤い色をしていることで、区別できる。それ以外の形質や、生態的な特徴では、両種には、区別できるものがない。生殖的には、アンドレツリミミズの方が、卵包みを作ることと、より成長が早いことが知られる程度である。 生、科学的には両種に違いが見られ、アンドレツリミミズは、本種からいくつかの生理活性に関する遺伝子体が失われたことで生まれたとの説が唱えられたこともある。この両者は分布一も、両種もに世界に渡り、同じ場所でともにコロニーを作り、同じようにコンポストなどに出現する。しかし実験的に二種を交配させると、 両者は生殖的に隔離されていることが確かめられている。なおこの種も本種とほぼ同じように利用されている。釣り絵や養魚場の餌として用いられる。その他、おでや産業廃棄物の処理、肥料化などに本種を利用することが試みられている。香港では本種を8000匹用いて生ゴミ処理が行われているという。また生ゴミのミミズによる、 大比化にも本種がよく用いられるが、高気性微生物による大比化とミミズによる大比化を比較すると、微生物による発酵ではその過程でアンモニア、メタン二酸化炭素などの成分が発生し、これらはいずれも温室効果ガスである。ミミズを用いた場合にはこの成分の発生がずっと少なくなる。ありがとうございます。